どうも皆さんこんばんは、 NM です。今回は東京グールリインボークの最新情報についてお話ししていこうかなと思います。 V ジャンプ公式チャンネルで公開された情報になります。東京グール RE 最終章からカグネを発言したムツキがついに登場。覚醒後はスキルで敵を流血状態にするぞ。というわけでカグネを出したムツキがついにインボクフェスに登場します。では早速スキルの方を見ていきましょう。まずは覚醒前のスキルから。ちゃんとやれるかな。レベル5、敵単体へ攻撃力 1.6 倍の8連ダメージを与え、武器耐久値をマイナス7する。2ターンの間、味方前衛の回避率を 30% アップする。次に覚醒スキル、時間を稼ぎます。3ターンの間覚醒状態になり、自身の攻撃力を2倍し、スキルゲージ増加量が2倍になる。次に覚醒後スキル、時間を稼ぎます。敵前衛へ攻撃力 1.8 倍の6連ダメージを与え、敵単体の武器耐久値をマイナス7する。3ターンの間敵前衛を流血状態にする。今公開されている情報と実際に実装された時の性能は違っていますので、ここからさらに強くなるかもしれません。今回のムツキなんですけど、覚醒前のスキルがやばいですよね。覚醒系のキャラクターのいいところとして、熟練度が覚醒後のスキルの倍率に関係しない。なんで熟練度上げなくても覚醒後のスキルはですね、まあ熟練度ゼロの時と変わんないんですけど、覚醒前のスキルはかなり優秀なので、こいつ味方前衛の回避率 30% アップは実質味方前衛死神ハイセカですよね。で、貴重な、まあ、水アタッカーなんで、ぜひともゲットしておきたいです。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。